多弾多弾は次の二つの意味を持つ。本項目では両方についてが移述する。多弾とは、ナチスドイツの整形作薬団に関する技術供与によって陸軍が開発した重機及び、下方用の対戦車用整形作薬団。陸軍では、先行榴弾、先行弾、海軍では、塩水団と故障の一得名称である。本団は、モンロー。 ノイマン効果を利用する化学エネルギー弾である。弾丸に作薬が充填されており、作薬の先頭部分が円錐型に開き放され、その表面にロート、ライナー、ロート状の薄い金属製の内張りが貼り付けてある。目標に命中すると弾頭進管が発火し、ロート内の空間を伝って、ロート測定部にある起爆薬を起爆させ、作薬を爆とドローさせる。 玉低芯管を持つと玉の場合は、玉低芯管から直接作薬をバクトローさせる。作薬のバクトロキ派により、湯ゴにを断性限界を超える超高圧にさらされたロートは、その中心部から流動性を持った金属メタルジェットとなり、前方に収束する。メタルジェットが走行に接触すると、超高圧により、装甲材も流体のような振る舞いをするため、 これを吹き飛ばしながら先行していく。メタルジェットが走行を貫徹すると燃焼ガスと共に内部に吹き込まれ被害を与える。なお、成形作薬弾には弾丸が高速で先導、スピンしているとメタルジェットの収束が阻害され貫徹力が低下する欠点があり、先導安定式、多弾は威力がやや低下している可能性がある。また多弾は 弱速で命中させるほど効力があり、大初速では効力が小さい。従って、あり速が大きい近距離では威力が低下する。ドイツでは成形作薬の研究が進んでおり、1942年昭和17年5月、日独軍直実交流の第一歩として、ドイツ陸軍省兵器局の弾薬班長、パウル・ニーメラー。 ポール・ナイモラー大佐が鎖突破戦により、横浜に到着し、整形作役団の図面と模型が陸軍省、陸軍次官、木村平太郎中将に手渡された。その後、ニーメラー大佐と一万一の場合に備え大佐とは、別の船で来日したバルタ・メルケル、バルター・マーケル少佐の二名に、陸海軍は共に指導を受け、陸軍はただに委員会を設置し、地上、 航空兵器への応用研究に着手した。同年6月には研究計画を策定し、小銃用の 30mm 及び 40mm 多弾の静止破裂試験を、翌月には発射試験を行った。また、並行して41式散歩用の多弾についても設計を始めた。同年11月、これらの功績により、ニーメラー大佐とメルケル少佐に対し助訓が検討された。 多段の名称の由来は、対戦者用弾頭であったため、その頭文字から、略称として、多段と呼ばれたという説と、当時もたらされた図面に、エディプシェターゲルと記されていたことかられを、楕円段と訳したが、楕円段では、一区名称としては長すぎるので、多段と略し、さらに、だを、たに変えて、多段となったという説がある。後者の場合、ドイツ語としては、 エリプティッシェクーゲルエリプテシャクーグルという表記が正しい。多弾は三砲や不評砲など低所速の火砲にも装甲貫鉄能力を与えることができた。そのため対戦後半には各種火砲で多弾が開発、整備された。94式三砲や41式三砲用に開発された二式先行流弾、多弾は終戦時に完成品及びハント品を含めて 合計約9万9千発以上存在していた。以下は、実際に整備、生産された多弾である。以下は姿勢、研究に終わった多弾、もしくは整備、生産状況が不明な多弾である。1944年、昭和19年4月、ニューギニアにて、オーストラリア陸軍による露角された四十一式三宝の射撃試験が行われており、射距離百五十ヤードから、 マチルダ通不評戦車の車体正面、走行圧 75mm を射撃している。41式3方の一式鉄鋼弾、後半貫通限界圧は射距離 100m で 50mm と思われる鉄鋼弾では、マチルダ通戦車の車体面を貫通できなかったが、二式先行榴弾、多弾と思われる、整形作薬弾では車内まで貫通した、貫通鋼写真が確認できる。多弾とは、 ナチスドイツの整形作薬弾に関する技術供与によって陸軍が開発した空対空空対地親子爆弾、クラスター爆弾に内蔵された整形作薬弾等を持つ手段の一組名称である。また海軍が開発した同様の爆弾の手段も多弾と呼ばれる。なお海軍には内部に小医薬の入った交換を多数内蔵した空対空空対地用の三号爆弾、通称 タコ爆弾や通常の炸裂弾頭を持つ手弾を内蔵した二式6番21号、爆弾苦手なるものもあり、しばしば多弾と混同されるが誤りである。1942年、昭和17年5月にドイツより、整形作薬弾の図面がもたらされた際、陸軍航空技術研究所の野田構造少将は、陸軍技術本部の部員と共に説明を受け、この小型協力弾を、 分散配置している航空機に対して多数投下すれば効果があると判断し、早速試作に取り掛かった。基本的な構造は、長方形の波形後半を包めて六角柱型に成形して両端外をし、それをバックリ付きのベルトで固定した収容灯、コンテナの内部に多数の成形策薬弾頭を持つ弾丸、子弾を内蔵するものだった。 主に戦闘機の抑下に堅調する形で使用され、目標へ向かって投下した直後に、機体に固定されたワイヤーの作用により、バックルが解除されて、ベルトが外れ、収容灯が分解して、内蔵の弾丸を飛散させ、広範囲の敵にダメージを与えるというものであった。最初に製作したものは収容灯内部に弾丸として、打1 0弾頭計 40mm、全長。 約26センチメートル、弾量約310グラム、作薬約110グラムの成形作薬弾で、弾頭は二式的弾機用の40ミリメートル多弾と、ほぼ共通である、弾尾には、安定翼と回転抑式の安全装置を有する、新管ガールを76発内蔵した50キログラム弾で、正式名称は二式40ミリメートル散布弾である。試験では、 燃料タンクを燃焼させたり、翼に計4 0トルの穴を開けるなど、大きな効果があった。その後も投下試験を繰り返したが、いずれも良好な成績を残したため、新たに、打102を30発内蔵した3 0ラム弾の、3式4 0ー、mm、トル散布弾も製造した。1942年、昭和17年9月には姿正投下弾10万発及び、 同州用等1500個を長弁するよう指示されている。1943年、昭和18年1月11日、参謀本部は B-17 応急対策の一環として、第8方面軍に対し戦闘機用まの整備、及び多段検証装置の整備、発送5日までに30機分を行うよう通達した。また、同月に陸軍航空審査部は、 明の陸軍飛行学校と協力して飛行中の編隊に対する多弾の投下法の研究を行ったが、多弾の落下速度が遅いため、編隊前方で投下する時期の判定が難しく効果がないとの判決を下している。一方海軍は1942年、昭和17年7月に飛行場攻撃用のクラスター爆弾について言及している。百四十三年、 昭和18年1月に男子、死弾を30発内蔵した 60kg 弾を製造し、同年6月までに実験を終了する予定であった。本弾は、円筒形の弾からだ、コンテナ内部に男子、弾頭径約 45mm、全長約 44.5cm、弾量約 1kg、作薬約 310g の成型作約弾で、弾尾には、 安定翼と、風車式の安全装置を有する新刊ガールを40発、内蔵した6グ k g 弾で、正式名称は、日式6番21号爆弾1型、同年10月6日に、正式採用である。団体頭部には三式点火装置1型と少量の、黒色火薬が詰められており、投下して、約5秒後に、風車式の安全装置が解除されて、 国色火薬に点火師団対等部が吹き飛ぶ。その裁断対等部に固定されたワイヤーの作用により、バックルが解除されて、ベルトが外れ、玉体が分解して、内臓の男子を飛散させる。同年8月には、ラバウル基地に685発の二式6番21号爆弾が存在していた。使用にあたっては、的確な位置に投下することさえできれば非常に有用な、 兵器であるが、近接新艦を開発できなかった日本では、敵機の未来位置や弾道を予測した上で、10日のタイミング判断し、時期を目標上空で、機体高度、速度等を一定に保たなければならないため、操縦者は高い技術を要求された。主に対爆撃機編隊、大基地、大地上部隊の攻撃用に用いられ、陸軍では主に、ニューギニア戦線、フィリピン戦線、 ヒルマ戦線、中国戦線、満州等で使用し、海軍では主に、フィリピンラバウル方面やレーテ海戦等で使用した。空対空において使用する場合は、敵機の髪型1000メートル程度の位置を占いくらいすることが必須条件となるが、レーダーや照準機を使うわけではなく、艦に頼って投下する爆弾なだけにただで最高を成功させることが難しい上、特に、 B-29 が相手だと機体の能力差で、髪型占いくらいが極めて困難であり、爆撃機が護衛戦闘機を引き連れてくるようになるとそれはさらに困難となり、倒壊以前の問題であるとして、兵器自体の有効性に疑問が持たれ、徐々に使用されなくなっていった。反面、空対地、飛行場や車両部隊襲撃では散布界の広い、多段は効果的な兵器であり、 終戦まで各方面の第一戦で少なくない数が効果的に使用された。例としてビルマの戦いでは飛行第64戦隊の戦隊長を務めた宮部秀夫少佐操縦の一式戦、春が連合軍飛行場に対し夜間奇襲攻撃を観光七条中期中の大型機複数撃破の戦火を報告。ソ連対日産戦火の満州では 1945年、昭和20年8月12日、15日に、飛行第104戦隊の4式戦闘機、疾風と独立飛行第25中隊の2式、複座戦闘機、トリューが、ソ連赤軍機構部隊に対した弾撃を敢行、戦車やトラックなど数十両を破壊、炎上させる戦果を上げている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。